おはようございます。武田哲也ですおはようございます。水谷カナですえ。というわけで、皆様からのお手紙とかおはがきですね、あとはまあ、今年何度もちょこっと振り返ったりなんかして、わりとこう、ゆたっとお年末を語っていこうかなというふうに思っておりますけども、はい、かなさんはどうなのもう1年が早く早すぎて、恐ろしいです。<ぁ>え哲也さんんんははどうですか俺は、ね、あんま感じねえんだ え早いと思った年代もありましたか。一年早いなあっていう。いや一年は一年だよ。えー、どんどん早くなってきますよ。あ、そうかな。はい、えー、今年の正月は湯河原に。女房子供を温泉。に。こう連れて行くというところから始まった。 一年でありましてね。はい。えー、でも、その、それが、えー、1月の初旬だったんですけども、うん、でももうその2010一1月の30日に日本を揺るがすというか、日本中がおおと色めき立つという大事件が、はい、ええー、これはあの、スタップ細胞ですね、それの作成に成功したという。おぼかたさんですね。おぼかたさんがね、はい、ええー、ええー、これが、 春には怪しまれてうもう夏自分にはガタガタと秋口にはとうとうなんだかちょっとこうねえー、あのし死者まで出してしまうというような医学にあらざる話題になってしまったということですけども、はい、なんか罪作りな細胞ですねスタップ細胞ってのも。本当にあればいい細胞ですけれどもね。うん それはあってほしいですけれども、うん。なんか一つ言えることは、なんかて手軽なやつってのはやっぱあんまり信じられないね。手軽なやつ。いやなんかスタッフ細胞ってあの作った方がおっしゃってたけど、<ー>なんかあの弱酸性の刺激を与えたらパッとなったって言うでしょ。うそうそういうパッとなったっていうのはん、それはやっぱちょっと違うんじゃねえかな。はい。うん。 この辺りはあのやっぱ研究者の方が非常にあの美しい女性でもありましたもんですからえ大きく日本を揺るがしたというわけでありますがこれもね3枚に下ろそうかなと思ってチャレンジしかかったんですよ。それで思わず逃げちゃったんですけど下ろしきれませんでしたかネタととしてて大きかっったよねでうん皆さんが割と興味持って 面白く聞いてくださるんじゃないかなと思って、港熊楠っていうのは取り上げようかなと思って。はい。前からおっしゃってますよね。港熊楠ってのは、ね、皆さん面白いんですよ。この人は、ネイチャーに英語で論文を発表して、博物学の人なんですが、幅広い知識を持った紀州の人で、あの、年菌というね、あの、ある時は石になり、ある時は生物になり、ある時は植物になるというように見える、 なんだキノコの一種なのかな菌類なんですけど。それを研究してたんですよね。はい、この見なかったっていうのは面白い人でね。それからもう一人、あの、民族学の柳田国夫。はい、この人も、えー、フォークロア、民族学の人。はい、で、この二人がね、からさすっごく面白いのは、なんかね、異常な体験してるのね。 これが面白くてね。柳田国夫っていう人は、子供の時に、なんかね、こう、ずっとお地蔵様を見てる時に頭の中になんか妙なものを感じ始めて、空をふっと、こう、仰いだら、真っ青な青空に星がいくつも浮かんでたっていうのを、ま、マジに言う人なのよ。星だったんですか からそれは ufo かもしんないしいい<ー>からいいあの皆方くまぐすはもうあの森でしょっちゅう幽霊にあった人なのよこの2人はねこういう異常体験をした人で<ー>もう一種天才ですよね両方ともねうんうんこの2人の書いた論文ってねすっごく面白いんですよ、はい、大好き俺 かなさんには遠いい時代の人かもしれないけど、えー、昭和天皇がお口ではおっしゃらなかったけど気に入ってた植物学者みたいね熊楠がね,、えー、あのね軍艦に乗って戦前の話だよ、えー、昭和天皇がこあの若い頃皇太子なのかなの頃にあの和歌山まで紀州まで行って南方、はい、熊楠の1対1の授業を受けてる ほうほうその時に熊楠が植物学の面白さを話してくれてなんでそれがあの例の昭和天皇の,あのなんか海藻の研究かなんか習ってたよねほうほうそういうのの発端になったっていうね<ー>うんその時に自分で年金とかキノコの面白いものをあげるためにあの南方熊楠がキャラメルの箱に入れてプレゼントしてる<ー>そのの時に宮内庁の怖い人がね あの、天皇家の皇太子に差し上げるものを献上するのに、その箱は何だって、ちょっとあったらしいの、うん、一文字が。はい。でも、昭和天皇自らが、良いではないかっておっしゃって、ありがとうってお,お受け取りになったというね。はあ、昭和天皇らしいでしですねでこの辺の話がまたね、面白いんだよな。うん,うん。この次また明日のもらの上で。